どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを書いております。今日はですね、今原作版の私が書いてる方の左利きのエレンはケイクスというウェブ媒体からノートに移行してノートで連載してるんですけど、そこで全話読み放題のメンバーシップというのをやっております。500円からで全話読み放題っていう、ファンクラブというか、オンラインサロンまでいかないんですけど、左利きのエレンを応援してくださる人が、集まるメンバーシップっていうのがあるんですけど、そこで、質問を募集して、その質問に、動画で答えるというのをやってみます。なので、メンバーシップじゃない方も、作品に関する質問だったり、そういうのを見て、自分も質問してみたいと思ったら、よかったらメンバーシップちょっと見てみてください。基本的に自分の作品についてペラペラ喋りたがるタイプの人なので、インスタのストーリーでもたまに質問やってるんですけど、パン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 答えるって感じなので、一個一個ちゃんと丁寧に答えてほしい方は、よかったらメンバーシップで質問してみてください。ということで、質問に答えようと思うんですけど、その前にちょっと告知がありまして、私なんか日付を勘違いしてて、8月29日月曜日本日、ちょっと動画どうしても間に合わせますけど、これもまたノートの方なんですけど、29日月曜日の20時から、つんくさんと対談させていただいた内容が、ノートはじめいろいろなところで公開されます。エレンの方じゃなくて、こっちのスピリッツで連載してる方の連載作品、15分の少女たちアイドルの作り方っていう、アイドルプロデューサーの話を今書いてるんですけど、こっちの、取材というか、イベントで、つんくさんとお話しさせていただきました。そんで、それがついに今日の20時公開ということで、なんかてっきり明日だと思ってたら、明日の告知を今動画でついでにしようと思って今ページを開いたら今日出したという、危なかったですね。今日の20時からです。詳しくはノートで、ノートのトップにもうなんかそのバナーみたいな感じで、ツンクカッピー対談みたいなの出てるんで、詳しくはそっちを見てほしいんですけど、 YouTube、Twitter、Space、TikTok、 3つの場所で動画を映像化音声で配信します。ツイッタースペースはちょっと気をつけてほしいのが、ノートの方のツイッタースペースなので、私も多分ツイッタースペースアカウントで入ると思うんですけど、基本的にそのノートの方で見れます。で、ツイッタースペースだと音声だけなので、もしかしたらちょっと聞きづらいかもしれないなと思ってるんで、YouTube おすすめします。私は。TikTok がどういう形でやるのかわかんないんですけど、TikTok って配信できるんですね。私のアカウントで配信するのは一個もないんですけど、多分 TikTok もノート探してもらえればなと思うんですけど、でも一番多分安定して見やすいのは、YouTube かなっていう気は個人的にはしてます。つんくさんが、喋れないので、映像上、その吹き替えになってるんですよね。その別の方が音を後で入れてるっていう、形になってるので、そういった意味でも、ちょっとツイッタースペースだと、若干わかりづらいかもしれないので、YouTube をお勧めします。参加無料なので、誰でも見れます。なので、20時から本日お時間空いてる方は、よかったら、YouTube か TikTok か Twitter スペースで、私とつんくさんの、これからのアイドル論、今求められるアイドルプロデューサーとは、という、対談を、よかったら見てください。お願いします。つんくさんめちゃくちゃ、優しかったです。すごい、懐の大きいというか、やっぱ、本物の人だな、っていう感じがすごいしましたね。ということで、ちょっと質問に答えていきたいと思います。ちょっと多分長くなりそうなところから、君をナンバーフォーさん、多分読み方合ってると思うんですけど、どうして原作版の綾乃はモブ的位置なのでしょうか。モブというと言い方が悪いですが、リメイクと比べると明らかにほとんど登場せず、名前だけセリフなしみたいなシーンが多い気がします。それとも後々掘り下げる予定だったのでしょうか。またどういう経緯でリメイク版では綾乃をもっと出そうとなったのでしょうか。
はい、という、ご質問なんですけども、これ片方しか見てない人は多分わかんないと思うんですけど、私が書いてる原作版の方が先に連載してて、その後ジャンププラスでリメイクっていう形なんですが、原作版の方で綾乃ってほとんど出てきてないんですよ。数少ない登場シーンというか、だから、それで言うと、美大時代に出てきてないんですよね。じゃあ、どこで綾乃が初登場したかというと、ちょっと絵が違うから、ジャンプラ読者はちょっとどのシーンか結びつけるのに一苦労だと思うんですけど、ここの、ランウェイ編というか、ナタリーと対決するくだりが、割と後半にあると思うんですけど、そこで27歳で私は死ぬわっていうのを母であるアンナに告白するシーン、家族会議みたいなシーンですね。実は原作版ここほぼここなんですよ。綾乃の登場シーンってすごい出世ですよね。そう考えると他のその他の回想だから基本的に あかりの回想でしか出てきてないっていうのが原作版の立ち位置なんです。で、元々なんですけど、実は、ほとんどの章が、章立てになってると思うんですけど、横浜のバスキア編とか、アトリエのアテナ編とか、そういう章立てになってるんですけど、ほとんどの章のタイトルは、リメイクで変えてません。ただ、この4章の、4章のこの対岸の二人編っていう、そう、対岸の二人なんですよ、原作版では。で、リメイク版が対岸の女たち編なんですよね。だから多分今となっては多分その原作読んでた人も記憶が上書きされて、大学生編は対岸の女たち編だよなってなんか記憶が改ざんされてると思うんですけど、実は初出の原作版では対岸の二人編だったっていう。で、二人っていうのはまあ言わずもがなというか、その冒頭は、あかりとエレンの話と思いきや、まあそういう感じで、対比する形で、同じ名前に騎士が入ってるし、二人とも天才と言われてて、だから対岸の二人っていう、両極端の天才の話っていうので始まって、で、まあ後々こう物語進むにつれて、あ、実は、凡人である加藤さゆりと、エレンがタッグを組む話なんだっていう、なんかそっちのミスリードで、あ、こっちの二人の話だったんだ、この章はっていうので、最後締めくくって、ニューヨーク編に突入するっていう、なんかそういうエレンを中心に、あかりとの関係からさゆりとの関係にこうシフトしていくっていう話にしたかったんですよね。だから、それで言うと、三人の女なんですよ。だから、女たちっていうにはちょっと少ないというか、なんか、その3人の話だったんですけど、ここのストーリーを多分ジャンププラス版で一番大きく変えたんですよ。まあ、ちょっと元の質問に戻りますけど、原作版の綾乃はモブ的位置なのでしょうかっていうご質問なんですけど、それでお答えすると、実は原作版は、あかりも実は、モブ的というか、ゲストキャラの想定で書き始めたんです。なんか、年表レベルでは最初から作ってて、高一がそのアトリエでエレンと出会い、その後、沢村チームに入り、とか、なんかなんか年表というか、その、略歴ぐらいは、ストーリー最初からあって、だから最後に、何かの撮影でカメラマンにぶん殴られるっていうところまでは第1話の時点で決まってたんですよ。で、そのカメラマンがどんなやつなのかとかまでは決まってなかったの。だから想定ではあそこまで有名なカメラマンじゃない可能性もあったんですよね。ただ、とにかく撮影でカメラマンに殴られるのだけは決定してたんです。だから朝倉光一はまあ、殴られるためにこう、人生をこう、なんかストーリーが進んでったんですけど、すべては殴られるという終着点のもとにこう、どう殴られるかっていうストーリー作りだったんですけど、まあまあ、なのでちょっと、高一のヘイトというか、高一って、まあ、好きな面もあるけど、まあ、殴られてもしょうがない時もあるよね、みたいな、そういうバランスのキャラクターでこう、
いかに殴られるか、いかに鮮やかに殴られるかっていう準備をずっとしてた10巻分って感じだったんで、それぐらいはこう決まってたんですけど、だからカメラマン、最終章のカメラマンが佐久間一夫という すごい世界的に天才と呼ばれてるキャラクターになるっていうのも実は途中から決まったことで、で、もっと言うと、その時の被写体が明かりっていう設定も最初はなかったんですよ。途中からこう伏線をこう仕込み始めて、最後、まあ、いかにちょっとも面白くするかっていう感じでやってたんですけど、で、明かりがモブ的、ゲストキャラ的な位置づけだったっていう話なんですけど、まあ、原作版の印象だと、綾野様って、明かりの、まあ、言い方悪いけれど、付属品みたいな感じの見え方だと思うんですよね。だからちょっとモブっぽいと思う。まあ、明かりっていう天才妹がいて、そのお姉ちゃんとしてしか出てきてないんですよ。だからなんかモブっぽいなっていう、てかまあ単純に出番少ないなって感じだと思うんですけど、そもそも最初の一番最初の構想では、明かりはあくまで岸アンナの娘として登場しただけだったんですよ。だからぶっちゃけニューヨーク編の前振りに過ぎなかったというか、ニューヨークで岸アンナという女帝とエレンたちが対峙する、出会ってパトロンとして口説くっていうシーンまではイメージがあって、そのだからイメージとしては、次のショーで出てくる中ボス、そのショーのボスの手下の一人が前のショーに出てたみたいな、だからルロケンで言うとイワン坊みたいな感じなんですよね。十本刀のとこにイワン坊がいて、でも実はイワン坊が次のショーでは、みたいな。はい。そういう感じの、なんでしょうね。前振りキャラとして、出してたっていう。あかりの当初の役目は、光一を上つかせるっていうのが、役目だったんですよ。だからそこで、最初の予定では、明かりの役目は終わるはずだったっていう。だから綾野も明かりも、そういう意味だと大差ないんですよね、その、最初は。それで、これは他のインタビューとかでもよく答えてるんですけど、じゃあどこでその路線が変わったかっていう話なんですけど、ネーム書くとき、ネームっていうかその原作版書くときに、その、本当に変わった書き方してて、普通の漫画ってネームって言って全体の構成考えて、そっから練りまくって、その、こう整えたりしながら漫画って作るんですけど、原作版の方って一コマ目書いてる時にそのページがどう終わるかもはっきり決まってないとか、で1ページ書いてっていう、ので書いてたんですよ。で、なんとなく20ページ前後で切りがいいとこで終わるっていう、なんかだからイメージとしては行き先は決まってんだけど、次は30キロ先のガソリンスタンドに行こうとか、行き先は決まってんだけど、真っ暗闇でそのこうなんていうの、車のライトで照らしてる、まあせいぜい10メートル先ぐらいまでしか見えない夜道を走ってるって感じ。だから大きく目的地は決まってんだけど、1キロ先に何があるかとかは見えてない状態で走ってるんですよね。だから大体こっちって言って走りながら、やってると。で、それをやってるとたまに思わぬものが飛び出してくるみたいな、なんか急に鹿が飛び出してくるとか、急になんか面白そうなお店を見つけて泊まるとか、ちょっと寄り道しようとか、なんかそういうのが出てくるんですけど、普通のネームの書き方だったら、そういうのを全部下見した上で、こう一回通った道を、じゃあこうで行こうってやれると思うんですけど、そういうやり方をしてなかったので、こう、まあ、なんかおかしいなと思い始めたのは、ここですね、21話の、いろいろできちゃう人ってかわいそうっていう。だからなんか、結局、その、こうい、
岸あかりという存在は、あの、朝倉光一にとっては、トラウマとして終わる予定だったんですよね。だから、いかに光一にトラウマを残して終わるかっていう存在だったんで、まあ、こういうあのシーンですよね。いろいろできちゃう人ってかわいそうっていう、やってたんですけど、ただ、この辺からちょっと、なんか、違うルートに入ったんですよね。本当にあかりのこの後にスーパーダイブという設定がつくこの超集中力、これが発動された瞬間に、なんか本当になんかこのままあかりを退場させるわけにはいかなくなったというか、あのこっからの展開、あの皆さん覚えてると思うんですけど、ここの展開はこの話数を書き始めるまで想定してなかったんですよね。でなんでだろうって考えながらこの教授のことを思い出して、なんかあ、なるほど。エレンはずっと見る才能、見る才能って言ってたけど、アカリは見せる才能だから、ここでも対になってるんだっていうのに、ここで初めて気がついて、で、これどうするって思った時に、なんかわかんないけど、最後鼻血を出させて終わったっていう。なんか、これ、この章を書いてる時がね、結構なんか、なんでこう書いたかって思い出せないぐらい結構、予定外だったんですよね。この時はちょっとなんかトランス状態というか、なんか別になんかそのかっこいい意味で言ってるんじゃないんですけど、本当になんかちょっとなんでしょうね。だからそのたまたまうまくいったからよかったけど、そっからあかりが結構その暴れ回って、その気づいたらメインキャストになってたっていう感じなんですよね。まあだからこの時にそのモデルとしてこう覚醒というか、そのキャラクターとして覚醒してきた中で、もうこれは後でもう一回出すしかないなと思ったんですよね。だから、これで、じゃあその最後の撮影にあかりが来るんだろうなっていう。で、どう来るかって言ったら、まあ、ラスボスとして出るんだろうなっていう感じだったんで、さっきのそのファッションショーのシーンで、まあ、あかりのラスボス化が決定したという。感じでございます。なので、ちょっと話が長くなりましたが、やっぱり対岸の女たちっていう話、まあ、対岸の二人っていう、そのエピソード自体が、最終章の対になってるんですよね。だからこの対比構造とかって、まあ、物語作る上でよく使われると思うんですけど、第四章の、対岸の二人は、まあ、この最終章の左引きのエレンの対になってるっていう形です。なので、いろんなところがこう繰り返されてるんですけど、そうですね。だからま、最終章の、この対岸、最終章のところで、このもう一度このエレンと出会った瞬間のこのシーンとか使ってたり、なんかとにかくその第4章と、最終章は、このセットとして描いてるんですけど、それがはっきり決まったのが、やっぱり原作版書きながらだったので、リメイク版の方では、もうそれが分かった状態でもう一回書いてるんで、だったら、その、ちゃんと対にしようと思ったんですよ。だからそこで、その、まあ、結局そのすべての章はその最終章に向けての伏線として仕込まれてるんですけど、その中でもやっぱり第4章あたりの伏線が多いんですよね。まあ一番その結構その我慢したというか、その本当に長かったなっていう伏線回収は、月食に触れるシーンですね。綾野様が、ショーのテーマは月食で、みたいな、なんか月食をもって物語は幕を閉じるみたいなことを言ってたと思うんですけど、これって最終章のことなんですよね。最終章って月食のシーンで終わると思うんですけど、だからとにかく全部最終章の話をしてるんですよね、4章って。だから、そこの、章単位でのつながりを深めるために、綾野様が登場したっていう感じ。ここ本当なんか原作版ではたまたまうまく書けちゃったけど、今振り返ると、もっとやれたなっていう、もっとちゃんと
意味を持たせられたなっていうところをその強化するために一番冒険したのがここですね。だから原作版の方で窪塚さんっていうスタイリストさんが出てくるんですよ、最終章に。で、すごい人気のあるキャラクターだったんですけど、リメイク版では登場してなくて、それは綾野を登場させた時点で変えようと決めてました。なので綾野は窪塚さんのポストとしてこう誕生して、だからポスト窪塚として綾野は投入されたので、まあそういう意味だと、そのちょっとやっぱり窪塚さんっていうキャラクターがやっぱ綾野にこう若干引き継がれてる気がするんですよね。だから窪塚さん好きでリメイク版でいなくなっちゃったの寂しいって思ってる人は代わりに綾野を押してもらえるとなんか割と遠くないんじゃないかなっていう気はしてます。とまとめると、そもそも原作版で騎士姉妹自体がそもそもゲストキャラだったと。綾野はまあ本当にゲスト中のゲストで本当にちょいキャラだったんだけど、そのあかりでさえこのショーの中ボスとして終わる予定だった。だけど書きながら、あ、これは必要なんだなっていうので、エレンとの関係がやっぱりここで終われるほど浅くないなっていうところで、ラスボスに昇格したっていう。で、原作版で書きながらラスボスに昇格したあかりで、リメイク版ではそのすごく重要だった第4章対岸の二人編、改め対岸の女たちっていう風にすごく重要な章として、まあ、より強化するために綾野様を最終章に登場するスタイリスト役としてこう投入したと。ちょっとすごく長くなってきましたけど、これど質問全部答えようと思ってたんですけど、ちょっと無理ですね。あともう一個ぐらいで終わろうかな。今多分編集してだいぶ短くすると思うんですけど、もうこの時点で1時間ぐらい喋ってるんで、ちょっと、あと一つか二つぐらい。1783ご質問で、登場人物たちの AKA の一覧が欲しいです。AKA っていうのはあれですね、人呼んで、ってかまあ、あだ名の前につくやつですね。だから神谷雄介だと AKA アントレースみたいな、なんかそういうやつなんですけど。まあ、僕の、だからその、僕の中の設定では、いわゆるその天才ポジションには AKA があるんですよね。それに限らないキャラもいるんですけど、喫煙所の小泉も AKA なんですけど、でもそんなにいないっすよね、多分。結局だからその異名ってなんだっていう話だと思うんですけど、その漫画とかドラマ映画、まあ割とそのヒーローものとかで多い、そのなんか二つ名っていうのはすごい中二っぽくて、憧れ、なんかかっこいいなって思うんですけど、でもなんか実際現実でもなんかそういうのってあるし、なんかその リアルになんかそう呼ばれるきっかけになっていく話が好きなんですよね。なんかスパイダーマンがなんでスパイダーマンって呼ばれたかって、なんかそのとか、なんかそういう、なんか自分から名乗って呼ばれる場合もあるけど、なんかそのほとんどの異名って多分人から言われた異名なんですよね。だから佐久間一夫は怪物っていう異名ですけど、あれもなんかあそこだけ切り取ると、まあわざとそこだけ切り取ってるんですけど、なんかわ、すげえ漫画っぽいキャラじゃんって思うと思うんですよね。だから結構こう左利きのねねんって、その演出でごまかしてる部分があって、ごまかしてるっていうのは実態よりかっこよく見せてるって意味じゃなくて、実態よりわざと下げてるところが多くて、どういうことかっていうと、佐久間一夫が怪物って呼ばれるようになった経緯って結構ちゃんと決めてるんですよ。ただそこをすっ飛ばすことで漫画っぽくなるっていうので、わざとすっ飛ばしてる。で、エレンとか佐久間とか、あっちの天才サイドは、すごく漫画っぽく描いてて、高一サイドはすごい現実っぽく描いてるんですよ。
で、それって同じ世界の話なのに、いわゆるその世界観、トーンが違うよねっていうのを、思う方が多分、まあ読んでたらそう思うと思うんですけど、あれは、だからあそこをわざとやるのがすっごく難しくて、ほっとくと同じになっちゃうんですよ。だから、もともと、まあ僕会社員ですから、リアルにやる方が好きなんですよね。あ、好きっていうか普通に多分うまくできると思うんですけど、少年誌の書き方と、まあジャンプっぽい書き方と、なんかスピリッツっぽい、青年誌っぽい書き方を混ぜるっていうのが、この左利きのエレンのコンセプトなので、そこの、でも本当に全く違くしちゃうと、ただただ二つ違う漫画を交互に連載してるだけになっちゃうので、その接点を持った上で、そこのリアリティラインの高さを変えるっていう、すっごい難しいことをやってるんですけど、そこの一個のテクニックの一つが、設定を飛ばすっていうので、だからそれを後に描いたりはするんですけど、その、登場した瞬間は、佐久間イフ、人呼んで怪物、うおーなんか超漫画っぽいキャラじゃん。しかも、うおーなんかすごい強キャラ登場みたいな感じでこうやっといて、で、後々、多分原作の第2部で回収したと思うんですけど、なぜ怪物だったかっていう伏線、第2部で触れてるんですけど、あの世代が、まあ、松坂大輔とかあの辺の時代なんですよね。だから野球業界で怪物って呼ばれる、その、投手が、まあ、海外で活躍して、まあ、その流れなんですよね。だから写真界の松坂大輔とか多分そういうところから始まったんですよね。あ、でもほぼぴったりですね。2006年にレッドソックスに入ってるんで、ごめんなさい。僕、野球そこまで詳しくないんで、怪物っていう異名で呼ばれ始めたのがいつかは、ちょっとごめんなさい。僕はわかんないですけど、ただ、2006年にレッドソックスに、獲得されたっていう、なんか大きなニュースがあったのがその時期なので、まあ、本当に時代ぴったり合ってるんですよ。だからまあきっと、佐久間威風は写真界の松坂大輔みたいな風に呼ばれて、あいつも怪物だって呼ばれたんだろうなとか。で、そこで、まあ、佐久間威風共感覚っていう感覚を持ってるんで、そこで、あれが第三の目だっていう風にどっかでインタビューで答えたんでしょうね。だから、あいつには目がもう一個ある。三つ目だっていう、三つ目の怪物っていう、そっから、まあ、そういうなんか多分、そういう雑誌の見出しとかになったんでしょうね。なんか、彼は三つの目を持っているとか、彼は、写真界の松坂だとか、怪物だみたいな、なんかそういう見出しが、こう、ちょうど世間を賑わせて、その流れを経て、怪物っていう異名になってったんだろうなとか、なんかそういうのも、なんか全部決めた上で、そこをすっ飛ばして漫画っぽくするっていうのが、AKA なんですよ。僕の漫画の。だから、だから天才キャラに多いんだけど、ただ、やっぱ一個一個その設定というか、そう呼ばれるにふさわしい活躍をした後じゃないと、なかなか名付けにくいんで、まあ、結果的に本当に天才キャラにしか出てこないっていう感じですね。だ一覧っていう意味だと、別に漫画を一通り読めば多分大体わかると思うんで、なんか、誰か作ってください、じゃあ。まとめてくれたらそれシェアするんで。はい。ちょっと、あともう一個ぐらいかな。ひらがなの兄さん。あんな綺麗な奥さんと結婚できるなんて、前世でどんな徳を積んだんですか？多分前世で世界を3つぐらい救ったんだと思います。カガマインドさん。T シャツなどのアパレルでこだわった部分はどこですか？物によるんで、物の一個一個の、その、スペック説明とかで読んでもらえると嬉しいです。ジャンプボーイさん。ジーンズの広告って、高一の広告、かっこ、実際にはどっかの敏腕デザイナーさんが作った広告が勝ったわけですが、もしジーンズが GO の広告を選んでいたら、漫画のストーリーは目黒が負けた世界戦を描く予定だったでしょうか。
ちょっと補足すると、ジーンズさん、メガネのジーンズさんの、と、コラボレーションさせていただいて、そう、これ、ちょっと、まあ、話しても多分わかんないと思うんですけど、朝日新聞の仕事だったんですよね、この。これの、朝日新聞のお仕事で、この漫画を描かせていただいて、なんか、広告賞も受賞したんですけど、これの座組から説明すると、朝日新聞の、新聞広告の日っていうのを盛り上げる、企画の一つとして、左引きのエレンコラボレーションがまずあった。で、その中で実際の広告を作りたい、で、実際のクライアントの仕事を、やらせていただきたいっていう順番で、じゃあうち参加します、手伝いますっていうので、ジーンズさんが後から来てくれたっていう形なんですよね。だからジーンズさんの広告案件っていうとちょっと誤解があるんですよね。ジーンズさんは本当に助立ちしてくださったって感じの座組だと思うんですけど、で、ゴーさんっていうのが、今質問であった、ゴーっていうのが何かっていうと、この物語の中で競合だった、実在するクリエイティブ集団、ブレイクスルーカンパニーだっけな、ブレイクスルーカンパニー、ゴーさんがあるんですけど、これはもともとゴーさんの企画だったんです。だからゴーさんってなんか人の名前みたいに言ってますけど、ゴーの三浦さんが、僕にお声掛けいただいてくださって、実現したキャンペーンでした。なので、この中に登場する広告アイデアは、その郷の三浦さんが考えたのと、朝倉光一が考えたものっていうのが2つ出てくるんですけど、これは、どっちも郷さんが作りました。郷の、優秀なクリエイターさんたちが、バーってたくさんアイデア考えてくださって、で、その中で、一緒にご相談させていただいて、じゃあこの企画を高一のものとしてくださいとか、なんかじゃあこっちはこの企画は三浦さんのアイデアとしてこう使わせてくださいとみたいな感じで、だから僕の役割としては選ばせていただいた、選ぶ段階で意見を言わせてもらったっていう、だからまあその程度なんですけど、ただまあ僕の手柄というか、まあ確かにその負けたら負けたで、多分普通に高一負けたっていうストーリー書いてたと思うんですけど、ただやっぱりその案決める段階で、この企画とこの企画だったら僅差っていうか、こっちが勝つなっていうふうに思ったんで、勝つ方を高一にもらいました。だからちょっとその辺はずるかったんですけど、最初からこれはこっちが勝つなって分かってたんで、まあ高一にしたという感じで、まあ、親心的に、まあ、ぶっちゃけどっちが勝とうがストーリー上は別に書けたんですけど、まあ、良かったなと思う。まあ、勝てる方を私が高一に渡したというのが正直なところです。シチューさん。クリプトの1番はこの先登場する予定はありますか？また、ジョージの会話から察するに、才あるものが上に立つべき論で、あるなら S&G 社内においてクリプトの番手を上げるシステム、ああなるほど、はいはい、ちょっとそもそもクリプトっていうのは何かっていうのを第2部読んでない人に説明すると、第2部のまあラスボス的な存在として、S&G っていうアメリカの広告会社が出てくるんですけど、そこの社員のクリエイターの中で、まあ、優秀な順に数字がついてるって。だからこれもさっきの AKA システムと同じなんですよ。これだからクリプトの設定もすごい細かくあるんですけど、それをわざとすっ飛ばすことで、すごく漫画っぽい、ナンバー6登場みたいな、なんかそういう風にしてるっていうだけであって、設定はすごいちゃんとあるんですよ。設定はちゃんとあるってなんか言い訳してるみたいな感じになってますけど、そこを飛ばすっていうのがエレンの常套手段なんですよね。設定をすごい練りに練った上で飛ばすっていうので、
なんか変な世界観になってるというか、変なトーンというか、なんか仕事の話してるのにすげえ漫画っぽいじゃんっていうのは、多分その辺の、工夫でなってると思うんで、まあ、わざと飛ばしてる部分はあります。まあ、クリプトの話はちょっと後々ゆっくりやるんで、まあ、ちょっと楽しみにしててほしいなと思います。まあ、ちなみにクリプトの一番は、普通にジョージ・シモンズですよ。ジョージ・シモンズが一番のつもりです。ちょっと長くなっちゃったんで、あれですね。金美さん。カオスの続編は掲載予定ありますか？カオスっていうのはあれですよね。神谷雄介のスピンオフです。カオスの方が今多分、ちょうどもうあと1話で1冊分溜まるところでずっと寸止めで最後の1話がなかなか更新されないっていうので、しかもなんか料理対決始まるっていうすごい、もう続きも続きっていうなんかそのキリがめちゃくちゃ悪いところで止まってるんですけど、もちろん書きます。すいません。なんかすごいとこで、まあ、それこそ5ヶ月ぐらい寝かしてる気がするんですけど、不定期連載とはいえ、なんかちょっとひどい休み方をしてるんですけど、まあでも一応理由があって、まあちょっとあんまり言うとネタバレになっちゃうんですけど、まあ簡単に言うと、今カオスの、だ、要はカオスあと1話で、キリがいいんですよ。逆に言うと。第1部巻、左利きのエレン、神谷雄介スピンオフ、カオスの第1部巻まで、あと1話なんですけど、本編のクリティカルなネタバレがそこに入るんで、さすがに早すぎるなっていうので、ちょっと寝かしてます。ちょっとそこの、ごめんなさい、足並みが揃わなかったので、カオスをちょっとすごい待ってもらってるって感じですね。逆にそこだけ先にやっちゃっても面白いですけどね。意味がわかんないと思うんで。なんでこうなってんのっていうのが意味がわかんなすぎて面白いかもしれないんで。ただちょっと、もうちょっと待ってもらった方が多分、その考察がはかどるというか、今はちょっと早すぎて考察もクソもないみたいな。なんかわけがわからないっていうことになっちゃう気がするんで、もうちょっと待ってもらえると、カオス第一部終われるかなっていう感じです。ゲハニアンリミテッドさん。ゲハツアンリミテッドさん。すいません、ちょっと読み方があれですけど。S&G と目黒広告社のモデルになった会社はどのあたりの会社になるんでしょうか？目黒広告社は、まあ私がいた古巣が、まあ、割と文化とかいろんな意味で近いと思うんですけど、東急エージェンシーって会社が近いと思うんですけど、ただなんかまあ東急エージェンシーって業界で言うと5番手ぐらいなんですよね。僕が行った時に4番手か5番手か。ちょっと今番手がわかんないですけど、広告業界って結構その、大手広告代理店、総合広告代理店って呼ばれてる会社ってそんなに多くなくて、多分10社ないぐらいだと思うんですけど、で、業界順位ってこうあるじゃないですか。ちょっと今で言う順位がはっきりわかんないですけど、まあ、不動の1位電通さん、不動の2位博報堂さん。で、3位がちょっと、僕、最近の知識があれなんで、あやふやなんですけど、まあ、ぶっちゃけた話。1位と2位でも規模感だいぶ差があるんですけど、それでもやっぱり博報堂さんもバカでかいんで、電白と、2番手でその他って感じなんですよね。で、これごめんなさい、実際そのちょっと乱暴な言い方すぎるんで、もっと細かくあるよっていうのは思うのは当然なんですけど、本当にざっくり言うと、最大手の電白ってセットでよく言われるその2社と、2番手グループで、まあその他っていうのが広告業界に7年勤めた私のまあざっくりした肌感なんですけど、東急エージェンシーは2番手グループのまあ中堅っていう感じだったんですよね。で、目黒広告社は
もうちょっと上です。2番手グループのもうちょっと上っていうイメージで書いてるんで、ドンピシャではないんですけど、まあでも大体、その、まああれですね、電博ではない大手広告代理店っていうイメージで書いてます。で、S&G に関しては、まああの、まあいろんな会社のいいところ取りなんですけど、まあでもやっぱりあの、なんとか人名&人名っていうので言うと、まあ名前の由来は、やっぱりあの、まあお察しの通りあの辺なんですけど、まあただね、ちょっといかんせんその、敵なんでね、S&G 敵として登場させてるんで、なんかあの会社モデルってちょっと言いづらいんで、あの、ちょっとそこはお察しください。ただなんかその、どっかの会社をめちゃくちゃイメージしてるっていうよりかは、外資のいろんな、エピソードを、まあ、ガッチャンコしてるっていう感じなんで、あの、そこまで具体的にないと思っといてもらえると嬉しいです。そんな感じですかね。はい。もうめちゃくちゃちょっとビビるぐらい長く喋っちゃったんで、あの、編集が大変だなっていう、その、さっきのつんくさんの話があるんで、ちょっとどうしてもこれ今日中にアップしたいんで、あの、急いで編集しないといけないので、ちょっとこの辺で終わろうかなと思います。メンバーシップではこんな感じで質問を受け付けているんで、よかったらちょっと覗いてみてください。ってな感じで。まあ、あとなんか、もしよかったらその、この、動画のコメント欄とかでもなんか質問とか答えたらもしかしたらなんかちょっと目について答えるかもしれないんで、あのよかったら書いてみてください。まあ、あとチャンネル登録、グッドボタンなど、してもらえると嬉しいです。なんかもうすぐ5000人いきそうな感じで、まあ5000人いったとてなんですけど、まあ別にあの、YouTube 収益化もしてないし、なんか別に、なんか、そういう意味でなんか人はいら、あの、無理に集めようとは思ってないですけど、ただなんとなくなんか5000人いるとなんかすごいちょっと人気コンテンツっぽいんで、あの、よかったらあの、登録しといてもらえると、なんか、まあ、ちょっと嬉しいので、はい。目指せ5000人というので、やっております。はい。じゃあそんな感じで、またよろしくお願いします。ありがとうございました。